テセウスの船は漫画家、桃源都市屋による日本の漫画。講段社発行の漫画雑誌、モーニングにて、2017年30号から2019年30号まで連載。1989年6月24日に、北海道、オンス村の東ス小学校で、児童16人、職員5人の犠牲者を出した、無差別毒殺事件。 自宅から凶器の生産狩りが発見されたため容疑者として逮捕された駐在所警察官佐野文吾は一貫して否認したものの最高裁でも死刑判決が下り週間中である事件から28年後の2017年文吾の息子であり母の旧姓を名乗る田村心は1989年7月10日に生まれたため父との面識はないが目立たないように生き 殺人犯の家族と周囲に知られるたびに引っ越しを繰り返す日陰の道を物心ついた時から歩んでいた。心の妻である雪は事件には不自然な点があり、冤罪の可能性があると励ますものの、心は妻とこれから生まれる子供の幸せを守ることだけを考えたいと答える。だが、そんな願いも虚しく、雪は娘の未来を出産した際に死亡し、 娘は義父に引き取られることになる。心は文語が冤罪であれば、娘は犯罪者の孫ではなくなるとの思いから、お通す証無差別殺人事件に初めて正面から向き合う決心をする。雪が残した事件の資料をお手に、事件が起きた旧音薄村を訪れた心は奇妙な霧に包まれる。そして心がたどり着いたのは、百八十九年一月七日。 事件が起こる、約半年前の音薄村だった。雪にうずもれていた少女を助けた心は、村の三島委員に少女を運んだが、現在が28年前であり、少女が自分の姉の佐野鈴であることに気づく。本来の歴史では、姉の顔は、逃走のためひどいあざができていたが、発見が早かったため軽い霜焼けで済んでいた。雪の資料から、村では、 同じ1月7日に除草剤パラコートを誤飲して、医者の次女である5歳の三島千夏が死亡することを知り、心は病院倉庫からパラコートを持ち去り、歴史を変えようとする。しかし千夏は歴史通りにパラコート中毒を起こして死亡してしまう。千夏が死ぬ前に文吾と共にいたのを見た心は、父が犯人という疑いを持つが、文吾もまた村の人間ではなく、 病院から何かを盗んでいたとの目撃証言がある、心に疑いを抱く。そんな両者の思いをよそに、文吾の妻であり心を妊娠中である、佐野和子は、行くあてがない心を、娘の恩人として駐在所に住まわせるのだった。そして、心の荷物を調べた文吾は、平成27年交付のありえない運転免許証を発見する。 2020年1月19日から同年3月22日まで TBS 系日曜劇場で放送された。主演は同枠初主演の竹内良心。大英テレビと TBS テレビの共同制作。最終回放送後、動画配信サービスパラビにおいて特典映像テセウスの船完全ネタバレ。犯人の日記大公開が配信された。本放送中に 真犯人が、ツイッターアカウント、おじいさんの古いおので心情をつぶやいていた。2020年5月11日から5月23日まで、TBS テレビ、IBC 岩手放送、テレビ U 山形、テレビ U 福島、北陸放送、山陰放送、RKB 毎日放送、長崎放送で、テセウスの船ネタバレー SP が放送された。 主人公2020年主人公の親族オン薄村の元住人その他1989年佐野家を通す超無差別殺人事件の死亡者番組開始時点第2小不可解な死に方をした住人判例その他以下の出典は講談社コミックスプラス内のページ書籍情報の発売日の出典としている未使用の参照話数を使うときは両サイドにあるを除去すること ありがとうございます。